すみません。すみません。ミヤに用事？なになに？おうって、もしかしてツインテールのこと？何言ってるのお兄ちゃん。そんな子はいっぱいいるよ。はあ、他には？他には？もしかして出るとこ出てる？とは思えない？だいぶ間抜けな感じの人がミヤのお兄ちゃん。え、
よ。出るとこ出てるとか鼻の下伸ばしてたくせに。でもお兄ちゃんの気持ちもわかる。悔しいけどナイスバディだもんね。ミアもあやかれるように時々触らせてもらってるんだ。ほら顔がスケベになってる。ごめんね、サエちゃん。こんなお兄ちゃんだけどよろしくね。お兄ちゃん、サエちゃんは転入してきたばかりなの。だから優しくしてあげてね。いたいた。ねえねえ、ちょっと付き合いなさいよ。いいからいいから、ごちゃごちゃうっさいわね。あんたは校内の男子代表に選ばれたのよ。分かったら黙ってついてきなさい。ほら行くよ。私たちのクラスメートのとこよ。そうもいかないのよ。ほら、いたわよ。全校の男子代表がよ。あなたも大変だね。もう慣れちゃった。そんな世間話どうでもいいのよ。ケイコ、早く本題を言いなさい。私は途中まで聞いてるからいいけど、このボンクラちゃんのために最初から話してあげてくれる？あ、うん。私ね、クラスのある男の子に告白したの。それで、私、その人に返事は少し待ってくれって言われたから、しばらく待ってたんだけど。1ヶ月くらいよね。うん。なんていうか、稽古ってほんとレアものだよね。普通そんなに待たないって。でもって、やっと呼び出したと思ったらあれでしょ？
そう、そいつケイコに何て言ったと思う？キスさせろだってさ。バカにするのもいい加減にしろっての。ろくに返事もしないで放っておいて何がキスよ。さすがにその時は断ったけど、もう一度言われたら。で、どうしよっかってとこなの。ごめんね、変な相談で。そういうわけで、全校の男子代表、手っ取り早く意見を述べなさい。まあ、私の予想は稽古が泣かされる羽目になるってとこなんだけど。手紙ったって、なんて書くのよ。一理あるわね。結構、どう？ええ、早速やってみる。ありがとう。私はこれで。さあね、私が言うことじゃないわ。私も動くつもりよ。大丈夫だって、これ以上にないくらいバッチリうまくまとめるから。さてと、それじゃあこの後バイトだから私もう行くね。そそそ、またいつでもどうぞ。
のさ、ニーニー、アイちゃんに変なことしたでしょ。同じクラスだよ。それが今日愛ちゃんにいきなり聞かれたの。みやちゃんはお兄さんいるって。みやは普通にうんって答えたのに、愛ちゃん微妙な顔してどっか行っちゃったんだ。だから絶対にニーニーが変なことをしたんだと思って。微妙な顔したのかな。またおかしなビーバーの漫画なんでしょ。だって先週も同じのを読んでミアに貸そうかって言ってたじゃない。もういいよ。どうしてアイちゃんが微妙な顔したのか自分で聞くから。ニーニーはビーバーとイチャイチャしてればいいよ。もう